放送2000回記念ミューコミプラスダブルサウザンドスペシャルウィーク、ミューコミプラス。こんばんは、ストプリのジェルでーす。ミューコミプラス放送2000回おめでとうございます。いやもう一生健さんとはね、もう知り合ってもう3ヶ月なんですけど、もう5年くらいの密度があるんじゃないかってくらいの、もうすごいいろんな交流させていただいて、もう2000回のうちにもう5回も呼んでもらってて、いや本当になんていうか、もう家にも来たし、ライブにも来てくれたし、もうなんかツアーかけてくれるし、もう肉体関係なんちゃうかなってくらいの、ほんまにもうすごい関係なんで、一生さんとはもう今後ともね、もう一生さんとは素晴らしいお付き合いをして、ぜひね、もうラジオ外でももうね、ホテルに行くようなそういう素晴らしい関係にもうどんどん近づけていけたらなと思います。もう僕の股間の剣もね、一生さんと一緒に一戦交えたい、そんくらいの気持ちで今回ミューコミプラスやっていきたいと思いますので、今夜はね、僕ストプリのジェルが2000回直前のミューコミプラスをお祝いします。さあ始めよう。今宵はパーリナこんばんは、バーチャル MC 一生健です。ジェル君とは同じ布団に寝たことがあります。そして2週間ぶりに帰ってきた火曜日のアシスタントはこの方。はい、明るく元気に後ろ向き、ミューコミ火曜アシスタント声優の田所あずさです。すいません、先週はご迷惑をかけました。いえいえ、でもあの久しぶりに応援してもちゃんとあの色白もちもち娘のままなんで、体調は完全に戻ってきました、はい、大丈夫です、完全に大丈夫な感じですね、はい、でニューシングル先週発売だったんですよね。そうなんです、おめでとうございます。コールがありがとうございます。無事に一応あのこう確認なんですけど、最近ゲストに来てくれた声優さんが、はい、何にも言わずに次の日に結婚を発表するという例が続きまして、なるほど、一応お伺いしたいんですけども、はい、先週お休みになったのはあの知らないうちに結婚してたりはされてないですよね。その手があったから待っていや待って、事前に言ってもらわないと。乗りたいですよ、私だって波に。いや本当にびっくりしましたけど、でも言いませんけどね。言わないの言わないにしろ、そこは言って、そこはお願いだから言ってください。さあということで、はい、あとですね、すみません、ここであの田所さん、ここからの説明を今私ワンオペがトラブっておりまして、 YouTube で配信してるんですけど、はい、そっち直してるんで、ここ読んでもらってもいいですか。はい、はい、さて今夜で1998回目を迎えるミューコミプラス、はい、いよいよ今週木曜日にやってくる放送2000回をみんなでお祝いするべく、ミューコミプラス放送2000回記念ダブルサウザンドスペシャルウィークをお送りしております。はい、この9年8ヶ月の間に来てくれたゲストの中から特に関係性の強い人たちをお迎えしていますが、はい、今夜来てくれるのはストプリからジェルさんです。イエイすごいですね、9年8ヶ月もやってて、はい、でついにはもう体の関係のある方をお迎えするっていう ね、そりゃ迎えますね、大事な人ですからね。そうですね、体の関係のある方だけをお迎えしてたりするとすごいことになるんですけど、うん、でも私も321回も出演してるらしいですよ、みゆこみさんに。321回、でもそのぐらいになりますよね。321回、6年4ヶ月アシスタントを担当し、6年4ヶ月、321回、小学校だったらもう卒業しなきゃいけないんだ。あ、いいですか。いや待ってください、小学生以上に、なんていうんですかね、幼稚なことをやり続けてる番組ですので。確かに。9年というわけでですね、ワンオペ大丈夫になりました。あ、よかったです。お待たせいたしました。ストプリさんがいらっしゃい、はい、ストプリのジェルさんがいらっしゃいます。まあ、でも肉体関係があるというよりも、はい、この間幕張メッセでこうライブ 2days すごい大きいのがあっただけでなく、いよいよ来月はメットライフドーム 2days ですよ。すごい、この間グレイがやってたのと同じ規模ですよ、この間。そうなんですよ。ってことで、今日来てくれるストプリのメンバーのジェル君はそのイケボを生かした歌ってみた動画やオリジナル曲の動画に加えて、毎日小ネタ満載の面白い動画を更新しているエンターテイナーの面を、見込んで今日はお越しいただきました。めっちゃピースしてますね、目の前のジェルさん。もうスタジオに来てくれてるんですけど、オレンジ色の憎いやつがより憎いポーズここに来てくれてますが、はい、というわけで、はい、ジェルさんへの質問やメッセージはメールなら mc@allnightnippon.com で、ツイッターならハッシュタグシャープミューコミプラスで受け付けています。はい、
というわけで CM の後すっとぷりのゼル君生登場です。ミューコンプラス、この番組は東京有楽町の日本放送キーステーションに、日本放送北海道 STB ラジオの2局ネット、さらに YouTube ライブの生配信でお送りします。